はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、レゴネックスナイツジェストロズイーブルモービルです。はい、前回ですね、レゴネックスナイツはこちらのクレイズランブルブレードっていうですね、乗り物を作りましたね、うん、これはクレイだから、うん、まあ、正義の味方の方の乗り物だったんだけど、今回は敵役ですね、はい、このジェストロっていうですね、ピエロっぽいやつ、うん、これの、乗り物ですね、うん、こちらのレゴにはミニフィグでランスと、うん、あとこれミニフィグっていうのかわかんないけど、うん、モンスターズブック、うん、あとジェストロ、これは悪役だね、はい、あとはスパークスってこのでっかい悪魔みたいなのがついてますね。はい、じゃあ早速作っていきましょう。はい、はい、ということで完成しました。こちらがまずですね、ランスですね、はい、ランスとそのビークルです、はい、これはね、かっこいいんだよ。なんでかっていうとね、これ馬っぽいの、うん、そう、馬っぽいんだよね、うん、で、これがランスですね、はい、それでランスの武器はここについております。これちょっと外すね。長いよね。そしてランスの盾はここにありますね、はい、これも外します、はい、装備するとこのような感じになりますね、はい、すごい長いね、うん、さあ長すぎるよ、長すぎる、これは、うん、ね、このようなヘルメットになってますね。あ、このヘルメット自体はよくあのレゴであるヘルメットだね、はい、で、こいつを外してくるりと回すとこのような顔になりますね、はい、またヘルメットを装着と、はい、こんな感じ、うん、このランスのシールド以外にこの2つのネックスパワーのシールドがついてますね、はい、はいはい、そしてこちらがジェストロズイーブルモービルですね、はい、はい、すごいでかいよね、うん、でかいでかい。このネゴネックスナイツはさ、世界観が面白いよ、うん、なんかね、モンスター系がいて、うん、この最新っぽいなんか飛行機と車が合体するようなものがあったりさ、うん、あってね、面白いね、うん、これがスパークスっていうモンスターですね、はい、これがこのでっかい車を引っ張ってるっていうね、イメージだね、うん、こう鎖もついてるしね、鎖ね、うん、オレンジ色の。それで、このギミックは実は面白いんですけど、まあ、ちょっとこれ外すね。こちらが先ほどのモンスターのスパークスってやつですね、はい、はい、これはですね、ちゃんと稼働しますね、はい、うん、こんな感じでね、といってもまあ、肩と腕、うん、股関節と膝だけですね、動くのはね、うん、はい、はい、こういうミニフィグってなんか今までレゴなかったなと思って。そうだね、うん、これぐらいのサイズでね。そうだね、てかこれミニフィギュと言えるのかね。そうだね。で、一応こういうほらレゴっぽいちゃんと頭もついてます。まあ頭っていうかこれ目だけどね、うん、目玉ね、うん、はい、こんな感じ。面白い、うん、うん、かっけかっこいいよね、うん、うん、そしてこちらがジェストロズモービルってやつですね、はい、ここが顔みたいになってるんだけど、うん、これ面白いのがこちらのですね、車輪を回すとですね、こうやって口が動くんだね、ほら、本当だ、面白いよねこれ、うん、反対側口は動きません、はい、こっちだけ口がこうガーガー、すごい面白いよね、うん、だからこう移動させるとこうやって動くわけだ、うん、いいよこれ。でこの乗り物にはここにねシーソーみたいなのがあって、はい、これをですねこう強く叩くとこんな感じで飛ばすことができますね、はい、それは反対側にもついてますね、うん、そしてこちらがミニフィグのジェストロですね、はい、どことなくねピエロっぽいのかな、うん、うん、ピエロっぽくて、であのバットマンとかに出てくるジョーカーに近いのかなっていう感じしますね、はい、左右ね色分けされてるんだこれ、うん、こちら側が赤でこちら側が紫、うん、で分かれてるんだけど、うん、この乗り物も色分けされてるんだ、はい、左右でこっちが黒でこっちが赤、はい、うん、このジェストロみたいなデザインになってるわけですね、はい、で、ジェストロはですねこのようなロッド杖を持ってますね、うん、はい、ゲームでもねこれ最初出てくるよね、うん、うん、帽子を外してくるりと顔を変えるとこなんでちょっと困ったような表情になりますね、はい、あとこちらがモンスターブックですね、はい、これはちゃんと開けるようになってまして、はい、中になんか何やらこういうのが書いてあります、はい、これもなんかちょっとわかんないけど、そうだね、うん、それでジェストロが乗ってるこの部分ですね、ちょっと引っこ抜けます、こんな感じ、あ、そして下にはめることができますね。お、でどういうことかっていうとこれねちょうどね縦になってんだここが、うん、ここから覗いてるっていう感じになるんだね、はあ、そう、だから攻撃受けた時はここから見るんだな、うん、ああ、そして後ろ側に乗り入れ口がありますね、うん、で、恐ろしいのはここに骸骨がありますね、はいはい、誰かここでお亡くなりになったみたいですね、そうだね、はい、怖い、怖いですね。でこのタイヤが動くと中のこの歯車も動いてます、うん、面白い。
はい、ということで今回はレゴネックスナイスジェストローズイーブルモービルでした。でかすぎる、でかすぎるこれそうだね。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。はい、レゴネックスナイツは実はまだ他にも購入しておりまして、そちらも楽しみでございますね。はい、はい、ということで今日の動画がですね、もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、あとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、はい、そちらのフォローもお願いします。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。Bye.